皆さんこんにちは。今回は韓国の人気ガールズグループエスパについて、メンバーの性格や仲の良さ、そして彼女たちをめぐる様々な噂や疑惑について詳しくお話ししていきたいと思います。エスパは2020年に SM エンターテインメントからデビューした4人組のガールズグループで、カリナ、ジゼル、ウィンター、ニンニンの4人で構成されています。彼女たちは韓国だけでなく日本でも大人気のグループとなっていますが、同時に様々な噂や疑惑も囁かれているんです。今回はそんなエスパのメンバーたちをめぐる噂や疑惑について、一つ一つ丁寧に見ていきたいと思います。それではまずはじめに、2024年8月17日と18日に行われた東京ドームのコンサートで起きた座席差別の件について詳しく見ていきましょう。多くのファンで埋められた会場で、座席エリアによってファンの性別に顕著な違いがあったといいます。 X を見ると、あるファンはエスパドーム、マジのマジでアリーナの女性率高すぎて快適だった、ガチであれは性別によって座席操作されてると思う、アリーナが女性で溢れてたと綴っています。他のファンたちも、エスパスタンド席ほぼ男性しかいません、私はスタンドで周りが男の人だらけで、男女比9対1くらいで男性だらけで、圧迫感すごかった、噂は本当かなと思いました。 X 上はこういった声で溢れています。男性ファンはステージからより遠い座席エリアに追いやられたとして、それは偶然ではなく意図したものとの印象を持つファンが少なくないようです。性別を理由に異なる待遇や取り扱いをすることは性差別に当たります。男性と見られるファンからは、男性ファンに対する差別として消費者庁への通報を呼びかける声も上がっています。ただ性差別の中では、社会では許容されているものが存在します。女性専用車両がそれに当たり、多くの人は痴漢対策として理解する向きの方が多い印象です。今回の座席問題の背景について、ファンからは一部男性ファンの迷惑行為が続いたらしく、ドームで男ファンはスタンド席しか当たってないって話を聞いた、たまーりアンコールの時女の子のダンスを割り込んだ男たちがいたから見返りでこうなったんだと推測する声が多くあります。その真偽は不明ですが、主催者または SM には丁寧な説明が求められます。今後 SM から詳しい説明が発表されるのかもしれませんね。それではエスパのメンバー間の仲の良さについて詳しく見ていきましょう。まずカリナとウィンターの関係について、この2人はじゃれ合う姿が SNS にアップされたことがありますが、その時にウィンターのカリナへの扱いがきつく感じられたことから、仲が悪いのではないかという噂が広まりました。しかし実際に SNS で2人の関係を調べてみると、どこから見ても仲が良さそうにしか見えないんです。むしろ仲が良いからこそ、少しきつめの扱いでも問題ないほどの関係性なのではないでしょうか。実際カリナとウィンターはファンの間ではウィンリナと呼ばれる王道コンビとして知られています。練習生の頃から仲が良く、誕生日プレゼントを贈り合うほどの仲なんです。さらに2人は無意識に同じリアクションを取ることも多く、シンクロしているようだと言われています。ここまで来れば2人の仲の良さは明らかですよね。次にジゼルとウィンターの関係について見ていきましょう。この2人にも不仲説が出ていました。結論から言えば、ジゼルとウィンターの不仲説はファンの深読みによるものだと言えそうです。2022年に公開された宿舎の映像では、2人が部屋を共有している様子が映っていました。さらに休みの日には一緒に出かけるほどの仲良しだということも分かっています。ステージ上でもお互いに笑い合ったり微笑み合ったりと、楽しそうで仲睦まじい2人の姿をファンも微笑ましく見ています。次にニンニンとジゼル、そしてウィンターとカリナという組み合わせで見てみましょう。この組み合わせで見た時に、メンバー内格差があるのではないかと言われています。カリナとウィンターは人気が高く、ニンニンとジゼルは2人に劣ると言われているんです。実際にファンはどう思っているのか調べてみると、衣装やスタイリングにも格差を感じている人が多いことが分かりました。しかしエスパの人気格差を調べていくと、実は他のガールズグループにも同様の傾向があることが分かりました。一人一人違う人間で、ファンの好みもバラバラだからこそ、グループ内での人気格差はある程度しょうがないのかもしれません。ファンとしては気になるところだと思いますが、この格差が話題となりエスパを知るきっかけになる人もいるはずです。アイドルグループの宿命と受け止めるのも一つの見方かもしれません。さてここまでエスパのメンバー間の関係性について見てきましたが、実は2023年にカリナがメンバー同士の関係について興味深い発言をしています。それはアメリカの音楽雑誌ローリングストーンの
YouTube チャンネルに出演した際のことでした。カリナはメンバー同士の関係について聞かれ、こう答えています。4人の性格が違うからこそ一つにまとまれる。ここまでは良かったのですが、続けて他のグループを引き合いに出してしまったことで話題を呼んでしまいました。カリナの発言はこうです。他の K-POP グループを見ればたくさん喧嘩もして合わないチームも多い。私たちは最初からそのようなことはなく、何かあればすぐに解決するスタイルなので、大きな問題なく円満に活動できている。この発言はエスパのメンバーの仲が悪いと言っているのではなく、他のグループと比較して自分たちの関係性の良さを強調したものでした。しかしこの発言が物議を醸すことになってしまったんです。ここでエスパのメンバーたちが喧嘩をしているのではないかという噂について触れておきましょう。過去にエスパがライブ配信をした時のことです。配信中にジゼルの髪が前に来てしまい、カリナがそれを後ろに流してあげたにもかかわらず、ジゼルが再び元に戻す姿を見て、配信中に喧嘩が勃発したのではないかと話題になりました。この騒動について YouTube チャンネル文明特急で MC のジェジェが本人たちに真相を確認しています。カリナが髪を後ろに流してくれたのがそんなに嫌だったと聞かれたジゼルはこう答えています。ライブ配信をしていてマイクに髪の毛が挟まってしまい、カンペにジゼルの髪を整えてくださいと書かれているのを読んでいる間にカリナが先に整えてくれた。でもこっちカリナが整えてくれた側の髪の問題ではなくて反対側の髪の問題だったので私がやり直した。この説明を聞いてカリナはこの映像を見て、私たちもああ私たち神経戦したんだっていつと言ったと笑っていたそうです。つまりこれは喧嘩ではなく単なる行き違いだったということですね。先ほどのカリナの発言にもあったように、全員の性格が違うからこそ特に喧嘩をすることはないのかもしれません。ファンは内部格差を感じてヒヤヒヤしてしまう部分があると思いますが、本人たちの仲は至って良好と言えそうです。それではジゼルがメンバーから差別を受けている疑惑を詳しく見ていきましょう。エスパ唯一の日本人であるジゼルが韓国メディアから差別を受けているという噂があります。あからさまな差別に多くの日本人ファンからは批判の声が上がっています。どのような差別を受けているのかを一つずつ見ていきましょう。一つ目はジゼルの顔にモザイクがかかっていたということです。メンバーとスタッフが写った写真なので、スタッフの顔にはモザイクがかけられるのは普通なのですが、なんとジゼルの顔にまでモザイクがかけられていました。意図されたものなのかミスなのかは分かりませんが、韓国メディアがジゼルはエスパの一員と認めていないような感じがしますね。この写真を見たファンからはジゼルもエスパの一部など多くの批判が上がりました。2つ目はジゼルのソロ写真がないということです。2020年の SBS 歌謡大祭典でエスパが歌を披露した時の写真が SBS のインスタグラムにアップロードされたのですが、ジゼルだけソロの写真がなかったのです。韓国出身のミンターとカリナは2枚ずつソロの写真がアップされたので、韓国人びいきしているとファンの反感を買いました。たまたまジゼルの写真で良いものがなかっただけなのか真実は分かりませんが、日本人差別をしてると捉えられても仕方ないですよね。3つ目はジゼルがクリオの広告にいないことです。日本でも人気の韓国コスメブランドクリオの公式 X の広告でジゼルを除くメンバー3人の写真だけを掲載したのです。結局この広告が炎上してエスパ4人のメンバーの広告になりました。クリオの言い分はジゼルの広告審議が遅くなったとのことです。なぜかポストは削除されてしまいました。エスパの写真撮影時も他のメンバーとジゼルの間を少しだけ開けさせて4人並んで撮っているように見せかけ、3人しか写らないようにしているという噂もあります。4つ目はジゼルに対するメディヒール広告の扱いがひどいことです。パックで有名な韓国のコスメブランドメディヒールの CM 写真に気になるところがあります。ジゼルだけ商品を持たされず、背景が室内で撮られたのか真っ白です。中国人のニンニンが持っている商品もメディヒール商品ではないとの噂も、それが本当なら韓国人のメンバーであるウィンターとカリナだけがメディヒールの商品を持って撮影していたことになります。5つ目は MV 撮影時のセットの違いです。 SM エンターテイメントの理事でもありアジアの歌姫であるボアさんがプロデュースしたドリームスカムトゥルーという曲の MV 撮影時に起きました。他のメンバーは派手なセットの上でソロパートを歌ったり踊ったりしているのに、ジゼルだけパイプと階段だけの地味なセットだったのです。たまたまジゼルのパートはこういう雰囲気にしようと思っていたのかもしれませんが、あまりにも他のメンバーとのギャップが激しく、ジゼルを差別しているのかとファンの間で言われています。この撮影時にボアさんから
ジゼルの場合はパイプしかなく、階段も狭いから動きが制限される。他のメンバーは背景が派手なので一人でも物寂しさはないけど、ジゼルは人物しか目に入らないという発言があり、監督にもっと落書きがあるところでジゼルを撮影した方が良いと提案し、セットが変更になったそうです。さて、ここからはカリナの性格についてもう少し詳しく見ていきましょう。カリナに関する悪い噂は練習生へのいじめです。カリナのいじめが原因でデビュー前に辞めてしまう練習生が多数いたという噂があります。ある元練習生の証言によると、カリナに夢を踏みにじられた、脅された、無視されたなど悲しい経験をしたという話があります。しかしこれについても事実関係は明確ではありません。デビュー後に相手を陥れるために嘘の情報を流す可能性もあるので、何が真実なのかを判断するのは難しいですね。ただ仮にこれが事実だったとしても、カリナは今表舞台で頑張っています。人間性も成長しているはずですし、過去の噂に振り回されずに活動を続けてほしいですね。カリナに関する3つ目の悪い噂はデビューに関する発言です。過去に自分をなかなかデビューさせてくれない、後輩の方がデビューが早いと発言したことがあるそうです。韓国では練習生としてのレッスン期間が長く、デビューまでには平均3年くらいかかります。カリナは練習生として4から5年もの期間を過ごしたので、焦りや不満が爆発したのかもしれません。しかしこの発言は誰もが感じる思いを素直に口にしただけとも言えます。むしろ人間味があって親近感を覚える人も多いのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。今回は韓国の人気ガールズグループエスパについての様々な話題に触れてみました。これからの活躍に期待しておきましょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。